そういえばご存知でしたか、桐生さん。西谷会長は人言派の出です。人言派。昔東上界に何度も潰されてきた韓国マフィア、その生き残りの荒野、メンバーとはチリジリになって、西谷会長も自分の出自を隠し日本人として生きてきた。で、持ち前の、まあ近江の中でそのことどうこう言うもんは誰もおらんし、非人会の会長に面と向かって言えるわけもない。日本最大の極道は何人だろうが、いっちゃん強いもんが上に立つ。なんでそんな話を俺に。あんたも人言派を叩き潰してきた一人ではないですか。多分西谷会長はあんたが堂島の竜と知ったんで、えらいハッスルしとるんです。桐生一馬の因縁は一遍死んじゃうぐらいじゃ消えそうもない。他にもボロボロ出てくるんとちゃいます。そん時は。それはあいつらの話はほっといてもらう。とんだ失礼を。どうやら仲のいいバディとはいかんようで。あの倉庫の奥にあんのが鬼人会。元は近江連合のフロントが管理して。お前は初めての場所じゃねえのか。お互い小細工は好かんでしょう。西谷会長の部屋はあそこの最上階です。作戦は正面から教える。邪魔する奴はぶちのめす。他は流れ悪くねえ作戦だ。だがいいの。確か西谷は憧れたもんの上を行くんが大人。いつまでもガキのまんまじゃあかんやろ。これからやんのが勝ち込みじゃなきゃいいセリフだった。こんだけ人からコケにされたのはいつぶり。せいぜい楽しませてくれや、鬼人会。せやな。ああ、行くぞ。Yeah!
ここがどこだか分かっとるんか、俺。よく可愛がった後に沈む。こんなもんで塞ぎおって俺まだまだ暴れとりんの。ガンガン行っとりましょう。
なかなかやるみたいやが、ここまでや。なかなかやる。Thank you.
けんなやボケ。それ以上は生かさへんで。悪いな。壊れてしもうたか。西谷会長の部屋はこの上です。きっちり半殺しにした。火つけとるんは渡瀬組の仲間です。頭のご指示で。するなら。あいつもここに来てんのか。話は後や。今は火が回りきる前にやることやらな。よく来たな、お二人さん。そっちの犯人や。それでごさすが英明してますな。どういうつもりだ。俺ら近江の内輪で潰し合って。メリットの話で言うたら鶴野の頭もお喜びでしたわ。そんなのが目的じゃねえだろ。今さら鬼人会敵に。しかも桐生一馬が生きてた。なあ、顔見せてくれよ。やっぱりだ、堂島の竜。なんだよ、あんたが全盛期の時にぶち殺したかったな。シシド、俺一人で行く。お前は手出す。ええ、お手並み拝見といきますわ。お前桐生とはどういうか。鶴野も一枚噛んでたよな。どうでもいいだろ、そんなことは。あ、これからあんたを叩き潰す。別に恨みがあるわけじゃない。こいつはこの間の喧嘩じゃ、あんたは俺に負けた気がしてねえようだし、要はすっきり蹴りがついてねえ。そうだな、確かにくだらねえ話はどうでもいい。今俺が聞きてえのはお前ら。いい声で泣けよ。
いい声で泣けよ。キリュウさん、
こっから外に出れます。分かった、低下せ、西谷を連れ出す。そいつはあんたの正体に気づいとるんやで。人言派としての恨みもある。置いてったらいいんや。うるせえ、早くしろ。クソが。そっから非常階段で降りれます。ドア開けて。西谷は俺が。よっしゃ、これで。お前、何を。なんで西谷に生かしとくんです。殺した方が楽に決まっとる。だが、するのは。ジャカシ、もう済んだことや。それに、鶴野の頭も全部承知してます。なんだと。するの、てめえ最初から西谷を殺す気だったな。なんでだ。そこまでやる必要はなかったはずだ。殺す必要はあったんです。そして生かす価値のない男やった、あの西谷っちゅんは。何。昔俺の射程で族上がりで、まだ二十歳くらいの組を無断で抜けるんは確かに重罪やけど、相手はガキや。ちいと探す。何があった。俺が放免したそのガキはよその組のことやっちゅうのに、多分うちの親父にええ格好、俺が見逃すつもりなんもみんなお見通しやった。で、知らせを切っ、生爪剥がしたり、鼻を削いだり、刺した腹の傷、西谷お気に入りのフルコースが、もう助かりようもない。せやから俺はガキの頭に銃でとどめ刺したった。俺もあの会長にはよういたぶられました。鬼神会の闘技場では試合に勝てんやつ、体弱ったやつはすぐに間引かれる。その時会長は、さっき頭の言うてたフルコース生き残るためやったら、せやから俺はつい今さっきのことやのにもう後悔してます。あんな簡単に殺すんやなかった。もっと長いこと時間かけ。俺は極道を返さけど、そのわけは、極道が滅びなあかん理由は、西谷みたいな外道をのさばらせるくらいなら。騙し討ちで人に殺しの片棒か。俺らも消えた方がええ人間です。自分だけ格好してみよう思うても。よっしゃ、みんなご苦労やった。鬼神会の頭は潰した。俺らの仕事はここまでや。あとは親父の出所を待つ。
上流。先ほど鶴野さんから連絡がありました。鬼人会の拠点も焼けたと。鶴野は初めから西谷を殺す気でいた。ええ、近江連合の解散を前に西谷の排除は避けられません。その最も確実な方法は彼を殺すことです。それを望まないのはあなただけでした。そうだったんだろうな。近江連合と東城会を同時に解散させるとなれば血が流れずには済みません。西谷の死はきっとそれを最小限に抑えた。より大きな犠牲を出さないためには誰かに泣いてもらわなきゃならない。天下国家を語る連中はかもしれませんね。鬼人会は殺し屋の元締めのような組です。西谷の彼の犠牲が役立つなら私もそのように進めます。渡瀬や大吾も同じ。少なくとも理解はするでしょう。彼らは組織で万単位を束ねる立場。おそらく日常的に例えば今回の件を知って鶴野に答えはノーで仕事が一段落したんで報告鶴野に聞いていたんなら。それとにかく近江の解散を前にその際あとは渡瀬の出所を待って極道の解散を見届けるのみです。あなたも一旦蒼天堀を引き払ってはどうでしょう。また渡瀬が出所する前日にでも。寺にこもってろってことか。今すぐにとは言いません。やるべきことが済んだらで結構です。今夜はお疲れでしょう。赤目さんのところでゆっくり休んでください。
時間食っちゃう。あいらっしゃいま。どうするかな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。いや、ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ああ、やられたな。いらっしゃいませ。ああ、ベッドをお願いします。お手柔らかに。やられたな。どうされますか。ベッドをお願いします。では始めましょう。やられたな。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。お、次は何にされますか？はい。すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。私普段はよく芋焼酎とか飲んでますよ。上流さんはどんなお酒飲むんですか？最初から最後までビールだ。え、そうなんですか？お腹は大丈夫ですね。でも気をつけてくださいね。食べ物ですか？そうですね、お刺身とか、あとちくわが大好きです。刺身はうまいよな。お刺身美味しいですよね。あれ、ちくわは食べませんか？美味しくないですか？またお待ちしてますね。上流、助かったわ。それじゃあ頼むわ。
今俺のこと睨んだな。何か文句あるんか。
ばらく寝てろ。時間食っちゃう。
こいつは。
いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございます。
ほんまに？
時間食っちまった。おい、そうっすね、いいっす。いや、そうっすね。
Yeah.